めちゃくちゃ眠いです。超眠たい。あーやっほー、どうもどうも。あららら、おはよう。スケモンさん、バラ、フラペチーノさん、ハート、ウラベさん、カップアイス、シーチさん、ミックスソフト、西さん、ファイト、ありがとうございます。おはよう。シーチさん、ミックスソフトありがとう。読んだっけこれ。読んだね。ゆうたくん、ボーアイスありがとう。福ちゃん、ありがとう。でも眠すぎる。おはよう、みんな。かむちゃん、いちごのかき氷ありがとう。おはようございます。あっちゃさん、ボーアイスありがとう。ボーアイス、バラちゃん、ボーアイス、しんいちさん、ソフトクリーム、ありがとうございます。しゅんぼうさん、ミックスソフト、ありがとう。今日配信ありますよ。ミクチャで配信がある。今日アーカイブはないです。他のグループさんはあるけど STU はアーカイブないので。アラームが鳴っちゃいました。すいません、止まった。アラームの解除の時間でした。安部さん、ミックスソフトありがとう。はるさん、ボーアイスありがとう。おはよう。ゆうたくん、レインボースターありがとう。いやー、おはよう。仕事向かってます。頑張ってください。頑張ろう。今日も土曜日頑張っていきましょう。くしゃみ出そう。くはぁ、お腹がグーグーなっちゃったくしゃみの反動でお腹が鳴りました。昼ご飯を買ってから行かなきゃ。まだ朝だったわ。朝だけど昼ご飯を買っていかなきゃ。おはようございます。いや、無音じゃなかったよお腹が鳴った。くしゃみと飛ぶ。くしゃみは無音だけどお腹が鳴るというシステムでした。おはよう。福ちゃん、ボーアイス、浦部さん、カップアイス、しんいちさん、だるま、ありがとう。移動中はね、多分ね、集合時間とかになったら目が覚めて寝れない気がするけど、爆睡したいな。爆睡したいですね。おはよう。顔は多分赤くないと思うけど、多分光の具合とメイクしてないからとだと思う。多分。なべさん、メロンかき氷ありがとう。あと顔洗ったばっかりだからとかかな。
ジブリの映画見に行くの？いいね。なんかね、いろんな人が見に行ってるよね。沖さんとか、ソワハさんとか。昨日は、早めに寝れた方だと思います。でも、なんかね、昨日もレッスンで、一昨日も2万ぐらい歩いてるからさ、その夏のね、暑さでやられてるから、それの疲れが取れきれないって感じですね。おはよう。高文さん、かき氷どうぞ。ありがとう。はるさん、メロンかき氷。はるさん、ソフト、ありがとう。お寿司を食べに行きます。いいね、お寿司。いもけんぴさん、ミックスソフト、ありがとう。岐阜初めて行く、楽しみ。多分岐阜らしいことは何もできず帰るけど、きっとお土産とか買う時間もないけど、楽しみです。初岐阜、人生初岐阜。シャーシオサさん、カップアイスありがとう。しんいちさんもありがとう。おはよう。健康診断終わったら速攻ラーメン行く。うわ、めっちゃいいね。いいね。田島、あ、楽しんできて、バーベキュー。羨ましいぜ。下吉さん、ソフト、ありがとう。色合いさん、カップアイスありがとう。あ、なんか省略してる。カップアイスありがとうございます。楽しんできます、岐阜。ふわえー、ねみねみ。お腹空いたけど空いてないって感じですね、今は。寝起きすぎて。でもお腹が鳴ったから多分空いてるんでしょうね、多分。ティガーさん、メロンかき氷ありがとう。おはようございます。ほら、こんなに寝起きでもまつげが上がってるから、やっぱ松葉って偉大よ。まつげ、ゆいにゃんに岐阜のこと聞いてみたら。もう聞く時間もないや、今日行くから。会う機会もないし、連絡先もないから無理だ、聞けないや。何も聞いてない、多分会ってない気がするんですよね。お話し会とかでも会ってないな。会わないからお話しする機会がなくて、何にも聞いてません。顔洗ったから前髪が濡れてる。おはようございます。どうも。色合いさん、カッパイさん、ありがとう。カップパ、はい、パです。パでございます。どうも。ちょっとあくび出ちゃった。おはよう。松葉、おはよう。松葉におはようしてんの。おはようって言ってます。おはよう。仕事行ってきます。頑張って。ファイト、頑張ってね。キティちゃんって、わ、楽しそう。キティちゃん、中林さん、カッパイさん、ありがとう。
松葉はもう毎回同じとこ行ってるからお任せでしてもらってます。マッツさん、ソフトありがとう。夏バテやられてないですか、みんなは。大丈夫ですか。おはようございます。お塩詰めしたら寝てた。おはよう。寝ちゃうよね。ごめんね、朝早くに起こしちゃって。ね、バテバテ、私もバテバテ、超夏バテ。おはようございます。ミッドナイトシガーさん、カッパイさん、ありがとう。これからバテるの。あ、そうか、頑張ってね。熱中症に気をつけるんだよ今日は。ぐっすり寝れた。わあ、最高。いいなー、ぐっすり最高だ。そうめん、ああ食べたい。珍しく朝配信時間に間に合った。いや、朝はねしないつもりだったけどね、思ったより早く起きたのでちょっとだけできました、うん。今日から9連休？え？ 9 連休なの？最高じゃん。じゃあもうツアーまでずっと連休ってことじゃん。おはよう。超最高だね。メロンのあそこさん、カップアイスありがとう。おはよう。今7時、本当や、あと20分ぐらいしたら終わります。夜も配信できると思います。よろしく。はあ、眠たい眠たい。29行きたかった。来てくれよ。ツアーまで残りさ1週間ってやばいね。早っ。1週間。もう多分ね、来週とかはツアーのレッスンとかリハとかでバタバタとしていると思います。なので配信とかも時間がちょっと急遽始まったりとかもあるかもだけど、よろしくお願いします。早いわ。かき氷はアイス派ですか。うん、アイス派だよ。あ、レインボースターありがとう。なんて読むんだろう。 AKMLAL さん、ありがとうございます。夏服もらってないね、みほから。私私服2着ぐらいしか、いや1着かな。あのみほりんバザー、卒業前にやったみほりんバザーは私服は多分1着とかだった気がする。あとチャイナ服とメイド服と、だから1着かな。ワンピース、冬用のワンピースかな。色合いさん、カパイス、シーチさん、ハートギフトありがとう。おはよう。あ、スーハの生誕、
よろしく。当たるといいね。みんなみんなで盛り上げましょう。あ、2着だ、私服もらった。ブラウスとあのスナイデルかなんかのワンピースですね。それ私はそっちのワンピースのこと言ってたけど、そういえばブラウスももらってた。おはよう。お手紙、お手紙私じゃないと思うよ。生誕祭楽しんでくる。今日はありがとう。神代さん、タコありがとう。ありがとうございます。おはよう。ああ、またくしゃみが出そう。でもくしゃみをしたらお腹がグーグーになるからちょっとダメです。いっちゃん、レインボースターありがとう。ギフナイス食べてね。食べる時間ないよ絶対。おはよう。あつおさん、かき氷どうぞ。ありがとうございます。もらいます、かき氷。あるさん、ソフトありがとう。ありがとう。やっほー。おはよう。バラちゃん、ハートありがとう。うん、多分着いたら踊って終わったら帰ってって感じだと思う。その通りです。いつもそうだよ。会えなくなるの辛くてスネスネマンなので思い始めた。きっとそうです、絶対にそうよ。耐えてくれ、生誕まで頑張れ頑張れ。さっきニュースでラブベリーが再燃してるって話した。そうだよ、だってねえ、何年ぶり、もう10年ぶりとかにね、盛り上がってる。パセリのアバター当たった。あ、変えてくれてんの、ありがとう、ありがとう。あっちあっち。おにぎり買おう、炭水化物を取ろう。もうバテちゃいそう、熱くて。おにぎりと、あとは野菜食べたい。昼ご飯をさ持っていきたいんだけどさ、保冷バッグを持ってかなきゃ。かさばっちゃうよね。うわー、昼ご飯持参したいけど絶対にこの暑さで痛む。朝アイスはしないよ、低血糖になっちゃう。血糖値上がりすぎて急に下がって低血糖になっちゃう。朝アイス学んだの、朝アイスはなるべくしない。お嬢さん、ボアイスありがとう。福ちゃん、回復薬ありがとう。昼だって買う時間ないもん。買ってかないとそんな出歩けないから持ってくしかないもん。そういうものだ。流星さん、メロンかき氷ありがとう。
どりさん、だるまありがとう。そうよ、何を買うか結構重要。おにぎりもすぐ食べたらいいけど、だいぶ危ないよね。難しい、難しいね。約3時間くらい。おー、シーサイドマルさん、メロンかき氷ありがとう。ソフトもありがとう。ミニストップどうだろうね、どうでしょう。浦部さん、カップアイスありがとう。色合いさん、カップアイスありがとう。お疲れんこん。何買ったらいいかな、むずっ。パン、確かに常温でもいけるね。パンは控えてるから。むずいよ。乾き物サキイカとかですか？移動中食べれん臭いって言われちゃうよ。私大好きだけど。パンはなるべくね食べないようにしてるんですよ。肌は小麦粉で荒れちゃうから。私難しいね。ジャイアントコーンはどうかな溶けちゃう、昼まで溶けちゃうよ、持っていけない。いい提案ですね、ジャイアントコーン。難しいな。バナナ、バナナと、あ、ミニストップないってみんな。そうか、でも私ミニストップ行っても最近さ普通にジャイアントコーンとか買っちゃうからね、結局意味ないんですよね。みんな他のメンバーの方がミニストップのソフトクリーム食べてるんですよね。結局いつものになっちゃう。せっかく遠いこっちにないミニストップに行ってるのに結局買っちゃうのはいつものやつとかポテトとか。この前ポテトにしちゃったし。あんま食べてない。難しい。グミ、あ、確かにグミにしようかな。軽食、軽食っておやつ。クリーム玄米ブラン、あ、クリーム玄米ブランがあった、そうしよう、その手があった。暑さにもいけるだろう。いいだ、きわかめ。わあ、スイカ食べたい。スイカ、スイカじゃなくてあのオスのイカ、あれとか持ってきたい本当は。でももうああいうのは車内とかで食べたらダメだから、テロだから。そんなの食べた楽屋でも食べれないから、楽屋のテロになっちゃう。ハラスメントだから絶対。うん、アイドルの楽屋ではきっと誰ってなるから。大好きだけど食べれない。宇田部さん、カップアイス。色合いさん、カップアイスありがとう。はよう。おはよう。サキイカもなかなかよ、匂いね、おろされちゃうよね。
でも納豆してるメンバーは結構多いんですよね、公演の時とか。お弁当のご飯に納豆かけて食べてる子意外といるんですよね。私はまだやったことないけど美味しそう。のぎんさん、カップアイス。ヘタペチーノさん、ハート。山猫坊主さん、棒アイスありがとう。陣内さん、カップアイスありがとう。削りいちご、うわ美味しそう。絶対売れるよねこの暑さ、最高だ。あ、いや一人が食べ始めたらね、あ、じゃあ私もこれ食べようって言ってどんどん食べちゃう。ミニストップね、この前あの山中湖の帰りにミニストップがあったから、ミニストップがあったというかミニストップ以外のコンビニがなかったんですよ、そこの場所で。たまたま会ってみんなでメンバーが一斉に行ったからさ、多分そこのお店の人もびっくりしてて、店員さん一人でやっててレジが超大行列で、で STU 以外のお客さんもいるわけじゃないですか。で店員さんはさ、あのレジもしながらセルフレジありますって言ってるけど、あのお茶一本とか持ってる STU のメンバーじゃない普通のお客さんがそのセルフレジあります何回も言われてるのにずっとメンバーの行列、メンバーは多分さソフトクリームとか注文するから並んどったんやけど、もうお茶一本買う人がずっと並んどってね、もう本当に申し訳なくてさ、それがそうセルフレジね。おはようね、最近多いよねコンビニのセルフレジ、便利。おはよう。ね。ああ。ああ。ワイでもエステのやつ並ぶ。いやそれダメだ。そりゃダメだ。おはよう。なんかわかる、 GU とかユニクロね、カゴ入れただけで勝手に商品スキャンしてさ点数まで数えてくれるし、合ってますかみたいな確認されるけどさ合ってるかもわかんないもんね、カゴに入れっぱなしだから多分合ってんだろうなと思うね、すごいよね。でもねこの前あの GU に行った後にユニクロ行ったんですよ。GU で買ったやつの袋を持ってたらそれが反応しちゃってエラーみたいなの起きちゃって、店員さんがあの GU の袋は近づけないでくださいって言われてあごめんなさいってなった、つい最近。カズノシンさん、ミックスソフトありがとう。おはよう。そう反応してた、多分反応するけどここの商品じゃないなっていうのでエラーが起きたんだと思います。いやどこの商品ってなって混乱して、機械が係員を呼んでくださいみたいな文字が出て、で店員さんにお願いしたらあの原因はその GU の袋ですって言われて、あもう7時の時間か、じゃあ戦い頑張ってくるわ。みんな朝今日は岐阜県に行きます。じゃあみんなも元気でね、一日行きます。13位フラペチーノさん、12位山猫坊主さん、11位桜木さん、10位あつしさん、9位シャーショウサさん、8位あっちゃさん、7位メロンのあそこさん、6位安部さん、5位シーサイド丸さん、4位福ちゃん、3位ゆうたくん、2位浦部さん、1位いろあいさん、ありがとうございます。またねみんな。お土産、
なんか土でも拾ってくる？石とか。セミでもいいか。ちょっと頑張ってみるわ。みんなに岐阜の空気を味わってもらえるように頑張ってみます。ありがとう、朝から見てくれて。セミ以外で？うん、じゃあアリです。アリにします。おはよう、頑張ってくる。ありがとう。それでは皆さん、さようなら。バイバーイ。